では今日はこれです。この女の子の絵を見て、ここに好きなことを言いましょう。まずそうですね、ピンクの髪、ピンクの髪、あ、神様の髪じゃない、これか、はい。他にはそうですね、かわいい笑顔、これいいね。それからピンクのシャツ、ピンクのシャツ、他には何ありますか。これは何だろうね。これね、肩にこういうのがあるね。メカニックなバックパックを背負ってんのかな。わかった。メカニックなランドセルにしましょうか。メカニック。機械的な。機械、ロボット。まあいいや。機械のランドセル。他には何かがある？この後ろの明かりがあるからね、街の中に立っている。この人は、街の中、街の中、街。この街かな？の中に立っている。他には何かある？そうだね、これね、昼間じゃなさそうな感じだよね。夜です。夜です。他には何かありますか。この子何歳くらいかな。何歳だと思う ?8 歳？もっと上だよね。18歳。18歳だね。じゃあ、18歳です。それから、あとは、そうだね。澄んだ目をしている。澄んだ目をしている。そして他には何かありますか？これピアスしてない？ピアスね。ピアスがかわいい。そしてあとは、こっちを見ている。こんなもんですかね。あともう一つくらい行きましょうか。全体的に何かあるか。アニメみたい。そうだね。目みたい。こんな感じですかね。で、これ、英語に直してみましょうね。これ、ツールから、ドキュメント翻訳、英語ですね。英語出てこい。あ、出てきた。これ翻訳しましょう。どうでしょう。あ、ちゃんと出ましたね。じゃあこれ読みましょう。せーの。Pink hair. Cute smile. Pink shirt. Mechanical school bag. This person is standing in the city. It's night. I'm になってるから、これ私はになっちゃうから、シーズンにしましょうね。多分そういうふうに訳しちゃうんじゃないかと思ったんですよ、さっき。She's 18 years old. これ she ですね。はい。She has clear eyes, cute earrings. Looking at me. Looks like anime.